おはよう。明日やっとデブカルビ届くらしい。いや、ちょっと申し訳ないんですよ。本当はもっとデブカルビ、もっと早く届く予定だったんだけど、ね、結構な量の不良品が出ちゃって、作り直すようになっちゃうから、その人の分だけが遅く届くのちょっと申し訳ないなってなって、全員遅くなっちゃったんだよね。訳あり品売ってくれ。それはちょっとやだな。捨ても売れもしないなら呪物じゃん。いや、まあ、うちで保管しますよ。あ、結構ね、量もあるから。まあ、何かに使えたらな。いいけど。でも、売るのは嫌なんだよね。ハリーちゃんって飛行機の中で映画見たの？見ました。何見たと思う？スズメの戸締まり見た。超いい！あの映画。クソよかった。今更かい。そうだ。今更見たんだよね。ずっと見てなかったから。かしこみかしこみなんとかかんちゃらあだらこうたらなんとかかんとかみたいなやつ。え、あれいつ ?2 年前なの？あ、割と最近じゃん。今更って。まだ見てないからネタバレやめてね。いや、見た方がいい。あれ本当にいい映画だった。もこたはめっちゃおもんなかったって言ってたよ。え、まあでも、まあありそうな映画ではあるか。なるほどねっていう感じではあるかもしれない。アニメの映画しか見ないの。でもアニメばっかだな。アニメかディズニーとか、なんていうの、トイストーリーみたいなタッチの、ああいう子供が見るようなああいう感じのばっかり。ああいう系の映画すごい好き。あ、ズートピアも見たわ。懐かしい。当時見ました。やっぱり絵は絵の映画しか見ないのか？あのね、チミね。まずね、あんまり周りの方を巻き込みたくないけども。基本、VTuber の方ってアニメとか好きだと思うんだよね。やっぱそういう世界が好きなのよ。合ってるってこと。まあ大体、神髄をついている。ここにいるマジはさ、VTuber が好きだから私の配信を見ているわけでしょ？バチャバタなわけよ。だから、ここにいる文字も結構アニメ好きな人多いんじゃないかなっていう。まあ、アニメを見ないっていう人もいるかもしれないけどね。でも、アニメのキャラの見た目とか好きだ、少なくとも好きな人が多いはず。アニメ大好き。でしょ？でしょ？カルビ、最近シャンプー変えた？いい匂いするね。え、なんでシャンプー変えたってわかんの？最近シャンプー変えた。え、怖すぎる。キモい。なんかさ、シャンプーさ、使い始めとかめっちゃいいじゃんって感じるんだけど、なんかずっと使ってるとあんま良くなく感じちゃうんだよな。歯磨き粉とかも結構変える感じか。歯磨き粉はマジであんま変えないね。歯磨き粉さ、変えて新しいの使うときガチキモくない？なんか。え、わかるでしょ？ファルミ電動歯ブラシじゃないの？電動歯ブラシ使ってるよ。私の。あ、ちょっと待って、思い出した。私の電動歯ブラシ。これね、これが、ソフマップでね、売られてるから、買い逃したよとかっていう人はね、チェックしてみてください。で、そのソフマップに売ってるやつだけは、アクスタのイラストが、パジャマなの。イラストが違う。うん、ちょっとバージョンが違う。で、これが、7月12日、金曜日から、8月31日まで数量限定で、ソファマップ、秋葉パソコンデジタル館、ソファマップ、難波店の2店舗、あとインターネット販売サイトのソファマップ .com で販売。前回はネットでしか買えなかったんだけど、前回出したやつが好評、すごい好評で、そのソファマップね、出してくれることになったの。いや、だからみんなありがとうございます、本当に。本当にありがとうございます。買ってくれた人のおかげでソフマップに置けました。好評の成果です。いや、そうなんですよね。やっぱね、成果を出さないと、成果を出さないとこういうことってできないからね。日々みんなには感謝ですよ、本当に。電動歯ブラシ割と買った人の評判いいんだよな。いや、これ本当にいいよ。見た目もすごいスリムだし、やっぱ持ち運べる大きさです。ではあるしさ、そう、本当にちゃんといいよ。やっぱ電動歯ブラシって結構持ち歩けない大きさのも多いからね。もったいなくて絶対使えない。え、でも上変えれば使えるから。大丈夫、大丈夫。カルビって、書道じゃないこういう文字も練習したの？すごく可愛い。でしょ？こういう
文字は書けないといけないんですよ。女の子はやっぱこういう可愛い文字を書けないとちょっとね、なんか交換日記とかさ、なんかそういうのさせてもらえなかったりとか、やっぱそういうのあるからね、プリで文字落書きさせてくれないとか、文字が下手だと。いや、そういうのありますから。カーストみたいのがありますから、やっぱ。な、女の子の社会って結構怖いんですよ。めんどいでしょ。え、どう？女の子。どう思う？え、合ってるよね？え、そういうのあるよね？字が汚いとプリで落書きさせてもらえないのは、ガチ女あるある。いや、そうなの、本当にそうなんだから。そうやって高め合ってるのはね、そうだよ。そうやって女を高め合ってんだよ。字可愛くないと落書きする順番飛ばされたりする、ほんまに。でしょ？いや、そういうセンスってマジで大事で。いくら、その子の顔がめちゃくちゃ可愛くても、写真とか撮った時に、なんだろ、インスタグラマーの子とかだとよくそういうのあるんだけど、写真を相手に撮ってあげるのが、下手とか、なんかそういうのだけで誘われなくなったり、なんかそういうのもマジであるからね。前にね、ケンキがさ、配信でさ、女の子にこうやって写真を撮ってあげると喜ぶよみたいな話をしてたのがあったんだよな。見た？みんな。打ち込めでなんかこう、女の子にスマホの画面が見えるように撮ってあげるみたいな。iPhone の画面をその子の顔の方に向けて、自分はこう、覗き込んで、内カメで、シャッターをトン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 って連続でいっぱいいっぱい撮ってあげるみたいな。キンキが話してた話があったんだけど、それマジだと思う。本当にすごいと思うよ、あれ。え、どんな見た目のやつでも、それがすんごい上手かったり、そういう気遣いができる人は、インスタグラマーと付き合えると思う。え、だから、可愛い女の子と付き合いたい人は、マジでそれ頑張るだけで、絶対違うと思うからな。付き合ってから撮るから無理だよ。いや、そんなことない。1回目のデートで撮ればいいじゃん。可愛いさ、インスタ映えするとこ連れてって写真撮ってあげるよってやって、でってやったら、え、いい人、あ、この人写真のセンスある、え、この人と出かけたらインスタに載せれる写真が撮れるってなるよ。え、デートって付き合ってからするもんじゃないの？え、デートって付き合う前にするもんじゃないの？デートってスクリームみたいなもんか。いや、そうそう、そうそうそう。本番前スクリームみたいな。ね、本当にそういう感じ。きっと、多分そう。いや、めっちゃいい例え。絶対そうだ。何が本番なんだよ。え、本番は告白でしょ？なんだと思ってんの？そのスクリーム負けちゃダメじゃないか。まあ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 。スクリームは負けても勝っても本番勝つかもしれないし、違うチームとやればいいしね。いや、確かに、まあ、違うチームともスクリームできるかもしれない、練習で。最悪、最悪なんだけど、いろんなチームと。終わってる、ガチで終わってる。